すごい会社だね、これ。20人が3日間苦労するだけの屋上にタンクが置いてあるんで。ダメですか。入れなきゃ入れないで、それほど困らない状態には。それだけやめます。すいません。すいませんでした。すごい会社だね、これ。これ、うちのクライアント寒いから入って寒いですよ。寒いから入ってください。すいません。ジムの方のお茶出し、はい、いらないように今年からこの冷蔵庫を導入されて。これ俺のサイン置いてない。いらないです。じゃあ置いとる。こんにちは。すいません。こんにちは。こんにちは。あっち行きましょうか。あっちの方が綺麗なんです。すごい、あのここで安全対策します。あ、一緒じゃないの壁紙。壁紙、これも一緒じゃない。あ、そうそうそう。これは反射されたこれですか。あ、それ真ん中親父です。あ、親父ですか。これ3人とも反射かなと思ったんですけど、こちら右側柔道の。あ、これなんか見たことあるんですよね。山下康人。あ、そうなんですか。柔道の人。うん、やっぱ俺これ建設業が闇とつながっとる確固たる証拠かなんですけど。いやいやいや、違います。それは見せません。それは見せません。それは見せません。ここが災害避難施設なんです。うん、発電機置いてあって、はい、発電機で発電機の電源をここに挿すと、はい、電気が給電できる。あ、すごい。会社のスタッフがみんなここで何かあったら、そうそう、うわ、すごいじゃん。20人が3日間苦労するだけの、うん、これが建設業協会につながる防災です。マジですか。では災害の時に電話ダウンでしょ、結果が、はい、でもこれでつながる。あー、すごい。で、こっちは監督全員も出しとるんで、うん、監督とこれで連絡取る。あ、そういうことですか。うん、そう。あ、じゃあ何かの時はこのチャンネルでみんな連絡取り合うぞっていうのがもう出来上がってるってことですね。そうそうそう。緊急時はこれで使うけど、普段は闇の組織とかを、そうそうそう、レッドアームさん電話包丁つられるとかね、もうやめてくれみたいな感じ。そうそう、包丁ちゃんとするじゃん。そうそう。それでトイレもウォシュレットがついてて、電気給電するんで使えるんですよ。で、屋上にタンクが置いてあるんで、水が出てる。あ、そういうことですか。うん、食べ物とかめっちゃある。20人が私過ごせるらしい。うん、僕一人で3日ぐらい余裕ですね。何かあった時、何かあった時は会社にいられない事情があった時は、はい、できた時はそうそうそう。20人3日なんて60日間ぐらいで、可愛い壁紙は子供さんとかが一緒に避難した時の方が、ちょっと気持ちがね、気持ちがでもこういうのだと落ち着きますもんね。それは食材ないか、食材ないか。じゃあ僕が問題起こしたのでここ使わせてもらっていいですか。本当にやめます。すいません。あ、もうね。あ、息が止まる。すげえ。すごいね、これね、でも。ね、ガチっぽい。いや、これはいいわ。すごい。うちの全社員が入る以外の会議。すごい。今、全部60人。こっちがうちの書庫。へー、すごい。ショットと、これ解体現場から出てきた目の来そうなもの。これ写真ですか。これヤフオクで検索できる。へー、売れるんですか。うん、売れる。ぼちぼちと。これがあれじゃないですか。反射がよく花買ってくれていいやつと同じじゃないですか。3つも3本のものを、まあね、そしたら一応物を売った買ったになるからって、反射が花を売るんですよ。うちはおしぼり。おしぼり。毎月リリースするよ。たる証拠聞きました今。うちはおしぼりをリリースしとるっていう名目で、毎月みかじめ料という名目で。すごい、24時間しかも。これ女の家族さんが作る。ああ。すごい。こちらの人間でこちらがペット。すごい。お客さん来ます。こっちいるかな。すごい。これは何ですか。猫も洗っていいやつですか。そう。最低本当に。それまずい。それなんかニュースになっとったよね。なってる。最近。なんか犬がね。うん。ペットメニュー。
クローゼットブランケット Don't wash ペットなんて書いてあるんですか。ペットは洗わないでって。ああ書いてあるんだ。そう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 。屋上が津波の時の避難タワーの避難タワーになってて、外部階段が屋上まで上がれる。へえすごい。ちょっと一個カメラ説明していいですか。何もなぜにバーッと入ってきたんで視聴者の人なんかなんだこの会社だったら持ってると思うんですけど、ここをちょっと写してほしい。よくあの動画の最後にあの七色バーナーって実施人生とか特定技能ベトナム人、ヤンマー、タイ、フィリピン、ラオス、ラオスはいい。バングラディシュ。一応俺理事長、はい、副理事。理事長って時マジュレそうだから、ね、俺理事長って言いたいもん。あ、専務理事、はい、でスタッフのランちゃん。あ、はい。ベトナム人なんです。ご一緒だった今。そっか。さっき二人きりになったら寒くないって言って。大丈夫だよ。そんな優しさ求めとるの妙に無理でしょ。で、そのボスのクライアントの山下組さんに今日ちょっとお邪魔させていただいて、はいはい、こんなすごいものばっかりちょっと迫力ありすぎて、ね、もう俺、もう怖いで、ちなみにその建設業のどんな内容をやられてるんですか。本当に地元の総合建設業、その、あの道具から道具建築道路とかから全部はぁ、すごい。ちなみにちょっと年間売り上げだね。去年13億ぐらいあ、でも実施生とか何ぐらいだったの。今2人だった。あ、2人だった。ミャンマーだね。さあ、そんなぐらいギャラだったらもうあと20人ぐらい入れていただいてもいいよ。これが終わったら次の実習生の話をしたいなと思って。そうですね。今日ベトナム最初に4人入れて、はい、一応大卒で入れて、はい、うん、大卒のベトナム人、建設系の大学を出た子で、実習生が通ったんですか。はい、いますいます、はい、次に入れた子が今度は、実習生じゃなくてワークビザで、はい、2人、はい、ハノイ土木大学出た子を2人入れて、はい、監督に、はい、土木の監督と建築の監督に、はい、この子たちがあの監督の育ては、はい、要は大学生じゃなくて中学校高校出たぐらいのベトナムの子、日本語の学習ができない子、はい、が来ても、このベトナム人の監督がおれば、はい、直接指揮できる、ね。ああ、そうですね。それを振って雇って、翌年は、大卒じゃない、ベトナム人をまた4人雇って、はい、合計10人いたんですけど、はい、ダメだった、はい。2人いた監督のうち1人が、そのコロナで入れなかった時に、はい、日本語勉強を怠って全然喋れなくなって、あ、ちょっと監督として使い物にならずにやめていって、はい、目標の子はその子がすごく真面目ですごく勉強熱心 で、はい、でまあ、現場で上司が教えるんです、はい、これこうすんだよって言うと、はい、そうじゃない、僕が読んだ教科書にそんなことは書いてないって、あ、全然日本人の指導が効かない。あ、ありますね、うん、すごく頭のいい子で、はい、日本語もほんとすぐ N2 ぐらいなので、はい、日本人よりも感じかけるかなという賢い子でしたけど、はい、頑固、うん、こだわりが強いというか、はい、だってコミュニケーション能力がちょっと低かったのかもしれない。大丈夫か、で向こうの多分大卒と日本の大卒とちょっとレベルが違うんじゃないですか。違う、相当金持ちで、相当頭良くてみたいな、やっぱり多分エリート意識がすごいじゃないですか。そうです、そうです。日本人の口もちょっと悪いよ、はい、怒れますよね。そうそう、うん、まあ犯罪するとかは一応逆になかったので、うん、あの泥棒したりとか、そうですね、犯罪が一番弱い、ね、そう一番心配しとったので、なんかよく言うじゃないですか、あいつらからしたら違法じゃないけど、そのハンドルに捕まえてくっちゃったとか、うん、でもなんかイノシシ食べたい。そうそう、あのこの辺イノシシが出て、イノシシが車に行かれると、はい、処分は建設業者のはい、なんで、はい、一等処分して3万ぐらいもらえるのかな、はい、処分っていうか、ダンプに積んで、はい、最終的には、ね、あの県が温床学所持ってるみたいな、それが欲しいって食べたい。実習生ってあの僕も入れる前ですごいあんまり印象良くなかったんですけど、礼儀正しいっていうか、まあ、それはもちろん、まあ、個々の問題ってちょこちょこあるんですけど、うん、想像より全然良くなかったです。最
に商品をこちらの期待値もあるし、よくしてあげなきゃいけないって気持ちもあるんで、はいはい、だから期待値が高いければ高いほどどんどん人に使う。ああ、そうですね。でも今何があってもふらっと。ああ、なるほど。入れるなら入れるし、入れなきゃ入れないで、そういうこと困らない状態にはある。おらんちゃんはそんなに日本に来た時にやっぱり向こうで勉強してみた。第8回までみんなの日本語っていう教科書があって、それ全部で大体50課あるんですけど、こ、はい、の50課のうちの8課、それが何年や何ヶ月ぐらいですか。半年ぐらい。一応日本に入るのテストがあるでしょ。その勉強のやつは全然勉強してないじゃん。8ヶ月だって8ヶ月はひどいな。そう、ちょっといい遅がつのだから。あ、ありました。日本語学校に入るでしょ。で日本語学校で2年、はい、そこでどのぐらいになる。最初に日本語学校入るの前に絶対1回にちゃんとテストあるじゃん、テストある。でも待ってね、30点までけど8円、10点までできました。なんで30点、80点、はい、30点満点で何点で、はい、でも12点。半分やりか。面接する段階で、5段階あるんですけど、 N5 から N1 っていうのの難度が、はいはい、で面接する段階でミャンマーの子って大体 N4 とかパスしてる、合格してる子が多いんですよ。ベトナムはもうゼロの視点から始まって、一か八か日本語を、全く喋れんの、そうですね。実習生の全くことを喋れんって言うんですよね。でも喋れない子は私絶対来させないですよ、日本に。キャンセルして。日本語はね、下手だと仕事も悪いし、生活面もやっぱり乱れる子が多いかな。ベトナム人同士でこうするんでってなっちゃったら、はい、保険作業って基本的に10機使うんで、中で潰しても仕掛けるし、はい、何にもするにしてもチェーンソーも出しても草刈りとかも全部仕掛けがいるんで、資格を取りに行くために日本語喋れないといけない。だからで、うちの会社は日本人である誰であれ、はい、資格は全部会社も取らすし、実習生も取らすし、でも取らす。はあ、それすごいですね。だから通訳がついたところに行かせるんですか。日本人でしょ。ええー。だから喋れないと落ちたりする。お、こんにちは。お、な、あ、ベトナムじゃない。ベトナムじゃない。どこ？ミャンマー。ミャンマー。言葉めちゃくちゃ喋れるじゃん。え、来て何ヶ月ですか、社長？まだ1年経ってないから。まだ半年。すごい。今度は日本にいつ来た？7月。7月？去年の。来て。今年のか、今年のか。日本楽しい？楽しい。ちょっと楽しくないのかな。一番日本の好きなのは何？好きなのは女子高生。女子高生わかる？女子高生いないから。すごいわかるもん。すごい。女性好き？あ、いやいや。女好きじゃない？結婚してるの？結婚してない。何歳ですか？国民です。N さん、大体日常会話。ミャンマーは優秀だね。そう、全然なん通訳必要ないですよ。ほとんど。これそう、社長ちょっと案内してください。これ全部やるんですか？これ工事。終わった。これやったんですよね。すごい。いや、パヤン。それは社長あんないい車乗れるよ、これ。社長の車。余裕かかって。なんか見たことね、なんかヨーロッパの車かなんかですね、これ多分。フランス。すごい。これね、かっこいいの。ライト、ライト入れてるじゃないですか。ライトがすごい綺麗。ライトがね、6回転してる。おー、すごい。うわー、すごい。伝わるんかな。くるくる回ってるわ、中が。なんで回るんですか。めちゃめちゃパーティー仕様だ。ね、色もすごい。なんで？あの紫は光る。真っ暗だったらこういうのが押したいなるんだ。すごい。女性？女性です。
大好き社員ですか。そうですよ、監督、監督さん、監督さん、どの国の方ですか。実習生違う、俺冗談で言ったの日本人かなと思って言ったのに。結婚して奥さん、子供、お母さん、めちゃめちゃ日本、もう日本長くて長いですね。あ、国立大学の引率屋で一で一番うちの一番高学歴者。大学引率屋。すごいね、コミュ力あるし。一番いいですよ、ね。何歳？おいくつですか？九十です。やばいです。総合建設ってすごいな。すごい。めちゃくちゃ儲かるなこれ。はい、だってもう全部やるんですもんね。もうなな仕事奥じゃないですか。何億ですよ、海外全部。うちだけじゃないけど全部の事業で20億。すごいこれ。20億。使ってるんですね。あれの三つ川にも同じような堤防があって、それも壊れたんで、そっちにも20億。でも どうなんですか、優秀なんですか。仕事をする姿は見たことない。でもこれが まずミャンマー一期生ですよね。そうそう。免許もだってさっきも言ってましたよね。この日本語検定かなんか車の免許で駅まで行って電車も自分たちで乗れる。で車も乗って、はい、でたまに夜内車で車中に乗って。電車はミャンマーとして電車の屋根に乗るよな。本当にね、山下組さん。はい。素晴らしい会社。はい。勉強になりました。本当ありがとうございます。いえいえ、ごちそうさま。飛び手技能実習生、はい、ナイロパターンズが使っていただき、はい、まあ、大変優秀な生徒だと思います。はい、社長あんまり浮かないと、すいません。浮かんみたいな顔して、ぜひ、はい、またチャンネル登録、いいね、はい、山下君さんも検索して、はい、Facebook もやってるみたいで、はい、概要欄貼ってますんで、ぜひ、はい、結構面白い写真いっぱいあげてます、はい、正月のね、あれね、はい、ぜひあげてますので、ぜひそちらの方見てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。せーの。また見てねー。